はい、お待たせいたしました。ゆっくり覚える振り付けラブ第2回目になります。一応前回までの、復習を一回やっておきましょう。まず右足のフラップからフラフラフラボールスタンスタンプックボールスタンスタンプックボールスタンですね。これを左からも同じようにできるようにっていうのは前回までした。はい、今日はですね、またちょっと、違うと言いますか、続きになるんですけども、まず、今やったフラフラフラボールスタンスタンピクボールスタンスタンピクボールスタンっていうのを一回やります。でその後に左足のスタンプからスタンボールボールヒールヒールボールボールヒールスタンスタンボールボールヒールヒールボールボールヒールスタンっていうステップがあります。今日はここをやっていきたいと思います。ですね、まず左足のスタンプですね。でその後にクランプロールっていうステップなんですけど、右足のボールからボールディグボールディグヒールドロップヒールドロップ、でその後に、右足のボールドロップですね、かかとをつけた状態でボールを落とす。右足からボールドロップ、左足ボールドロップ、で右足のヒールドロップの後に左足のスタンプです。これを、3連の中で入れていくんですけど、カウントが1エンダー、2エンダー、3エンダー、4っていう風にあって、そこに、入れていきます。左足のスタンプから3エンダー、4エンダー、1エンダー、2エンダー、3エンダー、4ってなります。大丈夫ですかね。で今度は右足から全く同じことリバースをするんですけど、右足のスタンプから1 2 3 4ってなります。ここまでを、今日第2回目を、していただけたらと思います。もう一回じゃあ続けてゆっくりいきたいと思いますね。右足のフラップからフラ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 スタンプスタンプスタンプヒールヒールボールボールヒールスタンスタンボールボールヒールヒールボールボールヒールスタン。はい、ここまでをちょっと、練習してみてください。はい、じゃあ今やったやつをですね、右から左から、メトロノームに合わせてやってみたいと思います。テンポ70でいきたいと思います。1 2 3 4、ここまでできるようにちょっと頑張ってみてください。実際の曲で、ゆっくりやってみたいと思います。実際の曲の、テンポが145なんですね。なんでメトロノームで145どれくらいか見たいと思います。こんな感じになります。実際の曲、テンポ145のテンポの曲のテンポで曲でやってみたいと思います。1 2 3 4。
少しずつ進めるので、まずゆっくりから、ステップを覚えてみてください。